週木曜日は長崎市の話題をお伝えします知っとく長崎です。今回は長崎龍馬の道について詳しくお送りしていきます。スタジオには長崎市サルク観光課の佐古頭さんにお越しいただいています。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まずはこの長崎龍馬の道というのはどのようなものなのか教えてください。はい、世界の文化と、江戸を結ぶ唯一の道であった長崎街道を起点に、開国のシンボルとなった、居留地までを結ぶ一本道、具体的には長崎市の諏訪神社下長崎街道の新大工町からグラバー園方面までが約3キロにわたる一本道となっています。この道の沿道には幕末時代に長崎で活躍した坂本龍馬ゆかりの場所をはじめ長崎の歴史や文化が息づいていることからこのほどこの道を長崎龍馬の道と名付け今後街歩きを中心とした長崎観光をこの道を一つの基軸として楽しんでいただけるよう整備を行い長崎市内外に広く周知を図っているところです。皆さんご存知のように NHK 大河ドラマが大河ドラマ龍馬伝が1月3日から放送開始されております。長崎市出身の福山雅治さんが龍馬役を演じるということで非常に話題になっておりますがこの龍馬伝をきっかけとして今後の長崎観光を活性化させるアイテムの一つとしても長崎龍馬の道を活用していきたいと考えています。約3キロのこの道を歩きますと長崎市亀山社中記念館とか土佐商会跡、清風亭跡、長崎奉行所立山役所跡、あとグラバー園など龍馬ゆかりの場所がたくさん存在しています。特に今年は全国的に龍馬ブームがすでに起こっているようですのでまずはこの道を歩く中で龍馬ゆかりの場所に親しんでみてはいかがでしょうか。はい、今映っているこの地図が公式マップということでこの長崎龍馬の道の公式の地図もあるんですね。そうですね、今回、長崎龍馬の道をお手軽に楽しんでいただけるようにこのような、横長の蛇腹折りマップを作成しております。はい、両面印刷で片面にはこの道周辺でのさまざまな歴史的出来事を紹介し反対の面にその場所を示す見やすいマップとしております。また長崎龍馬の道には大小さまざまな道がクロスしています。そこでその辻に1番から45番までのインデックスとなる番号をつけました。そしてその番号を表記したプレートを路上に設置しまたルート上には統一景観形成の一環として道の両サイド図上にこのような赤いバナーを設置しましたのでマップを手にこの道を歩きながらご自分で簡単に目指す場所に行くことが可能となっています。なるほど、この長崎龍馬の道というのは私たち市民にとってもとっても便利なツールになりますよね。そうですね、長崎は1571年、ポルトガル船が初めて入港して以来さまざまな歴史的出来事や文化が、入ってきております。そして、皆さん住んでいるこの町についての勉強にもそれは役、この龍馬の道役に立ちますし、今年は龍馬ブームで特に、県外からの観光客の皆さんがたくさん、長崎にお越しになりますので、そういう方々への道案内や観光案内にも、非常に活用していただけたらと思います。で、よくプレートを見ていただきますと分かりますがインデックス番号をはじめ、これ45番ですね、はい、海側山側などの方角あと近くの代表的な観光地などが情報として入っていますので例えばメガネ橋を案内するときにはこの龍馬の道の14番を右折するとすぐですよといった感じでお互いが簡単に説明をしたり受けたりできるという優れものではないでしょうか。この45番のプレートを見てみますと画面の右側の方には海のマークを白い丸で書いてあるところですね。海の方、そして
逆側左側の方には白い丸で山のマークが、これは絵で描いてあるんですが、こっちが山側、こっちが海側というふうにすぐ分かるようになってますね。そうですね、山はもうすぐそこに見えてますので、これでまず方角を確認していただいて、自分はどちらの方にマップと照らし合わせつつですね、行ってるのか、またあるいは沿道の方に聞いた道案内、何番にはどちらの方に行けばいいのか、そこら辺は分かりますので非常に便利じゃないかなと思います。また案内する側としても何番まで行ってそこを右に曲がってくださいねとか言いやすいので、これは非常に便利なものだなと感じますね。はい、そうですね。さあ、この長崎龍馬の道を楽しんでいく上で、先日オープンしたばかりですが、長崎町中龍馬館も外せないスポットですよね。そうですね、今年の1月2日に浜の町ベルナード観光通り沿いの商業ビル1階と地下1階にオープンした長崎龍馬の道の中心にある長崎町中龍馬館、ここでは長崎龍馬の道をテーマとしたコンセプトムービーや町中に残る歴史や文化を紹介する地下1階の有料ゾーンと、長崎サルクのステーションや観光情報の発信、物産の販売機能等を備える1階の無料ゾーンで構成されています。特に地下1階では龍馬ゆかりの展示が豊富にあるんですが、まずここは、デジマムービーサイトというコーナーなんですが、長崎龍馬の道のコンセプトムービーを皆さんにまず見ていただきたいと思っております。私もここ行きましたけど、まずこのムービーサイトが出迎えてくれると。そうですね、大迫力の9メートルにも及ぶワイドスクリーンで龍馬の道のコンセプトムービー、とってもなんかおしゃれにかっこよく出てきて、わあ、ここを私は歩けるのかみたいなことを感じましたね。ありがとうございます。はい、でそれに、続きます、これが、龍馬の小道という、エリアになりますが、長崎龍馬の道に関した、マップあるいは、長い長崎の歴史、この中で展開されたいろんなストーリーを、両側の壁を使いつつですね、ご紹介をしております。